はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、顔のシミを消す方法ということでお届けしていきたいと思います。はい、まあね、この内容はですね、嬉しいご報告をいただいた内容になるんですけども、まあ、僕はですね、最近その手のシミ消えるとか、手の白くなるね、手が白くなるとか、顔のシミが消える、顔が白くなるとかですね、そういったね、動画を配信しているんですけども、結構ね、やっぱりそのテーマがね、人気があってですね、これも夏ぐらいからかな、春先ぐらいからかな、上げてるちょっと記憶があるんですけども、やっぱりその動画がですね、やっぱり見られて、皆さんがこう試してみて効果が出た、結果が出たということで、こう毎日のようにご報告いただくんですよね。本当ね、ありがとうございます。で、嬉しい限りなんですけども、まあね、そういった内容でですね、結果が出たとかですね、効果が出たものを僕がシェアすることによって、さらにね、また喜びの循環ができるかなと思ってですね、この動画を配信しようと思うんですけども、まあ、顔のシミとか顔のシワもそうなんですけど、やっぱり見た目年齢であったりとかですね、こう顔の、鏡で見ること多いじゃないですか、自分の顔っていうのはね。でこのシミがあったりするとちょっとこうテンションが下がるというか、やっぱりちょっと気が落ち込むというか、なんか嫌だな、老けたなとか思われてしまうと思うんですけども、せっかくなんでね、自分の顔は一生付き合っていかないといけないと思うんで、このねセルフケアをやっていただいて、その顔のシミが消えるとかですね、顔のシワが消えたとかですね、まあそういうことになっていけばいいかなと思うんで、ぜひね最後まで見ていただけたらと思います。で今回はですね、この炭酸生態スプレー、こちらの方、白い方ですね、白い方のキッチンペーパーを用意しました。僕いつもですね、動画はこの動画結構僕何本も撮ってるんですけども、やっぱりこれ思い出してほしいんですよね。あ、こういう動画を見ていただいた方が、あ、そういえばこのセルフケアあったなとかですね、初めて見られる方、初めましての方もね、よろしくお願いしたいと思うんですけども、キッチンペーパー用意しておいてください。はい、でこちらをね、用意していただいて、まあハサミで切ったりするのも結構なんですけど、僕は結構ね、もう手でハサミがないときは手でいっちゃいます。まあ、フリーハンドですね、いわゆるこんな感じで半分に今日は綺麗に切れました。で最近ですね、年配の方、70代の方からですね、声をいただいたんですけども、肝斑、このここはね、こうそばかすのひどいみたいな感じのこうひどくなっている状態ですけど、肝斑こことか出てきてくるんですけども、そういうのがねめちゃめちゃ薄くなってびっくりしてますということなんですよね。でそういうのとか、あとほくろが薄くなってきたっていうのもね、最近新しくね、そういうお声をいただいたりするんですけども、まあ、僕もね、理由というか原因というか、なぜ消えるかっていうのはですね、血流を良くしていることと、まあ、プラセンタエキス、ビタミン C 誘導体、ヒアルロン酸がうまく融合しているからとしか僕は言いようがなくてですね、なんですか、いろんなものありますよね。こう塗るものってシミを消すとかいうクリームとかあると思うんですけども、まあ、それはそれで僕はいいと思うんですよね。ただそのレーザー治療をしてあまり結果が出なかったという方は中にもおられるんですけども、やっぱりその費用面であったりとか、またそれ戻ってくるとかね、いろんな悩みがあるかもしれないんですけども、根本的にね血液の循環を良くしていけば、シミがね再発しづらくなってくるじゃないですか。なので僕はですね、もう顔に毎日のようにですね、朝昼晩とかけてるんですけども、まあ、その方法でですね、これは寝る前にやっていただけたらいいかなと思います。お風呂上がりとかね、やっていただけたらいいと思います。で、自分のですね、シミの気になるところにこれぐらいのサイズで僕は切らしてもらいました。でこれを顔にかけます。顔に1周2周かけます。2周かけて、まあ、この状態、ウェットな状態でですね、このシミに気になるところ、例えば、僕はですね、ちょっとこの右のね、ここにね、虫に刺されたんですよ。夏ぐらいに。そこからなんかちょっとね、こう跡が残っちゃっててですね、だいぶ薄くなってきたんですけども、ちょっとまだね気になるんですよね。でこういう形で僕はもうこの頬の骨のとこですね、ここがやっぱ一番気になるんですよ僕は。で他の方もね、結構ここら辺あるあるだと思うんですね。シミができるあるあるというか、こんな感じだと思うんですよね。でこういう形でですね、これで3分から5分、またキッチンペーパーをピタッと密着させて、上からまたかけて3分から5分キープしてください。まずこれが僕のですね、セルフケアの第一歩です。っていうのはですね、まず顔の筋肉、顔の皮膚もそうだけど、お肌もそうなんですけども、ストレスがかかってます。疲れております。疲れてストレスもかかってるんですね。例えばメイクする時点でですね、やっぱストレスにかかってるんで、皮膚に対しての。でそれをですね、まあ、取っていってあげないといけないんですよね。
疲れている顔、疲れている皮膚にですね、セルフケアいくらしてもですね、言うこと聞いてくれないじゃないですか。これもう本当にいつも言ってるんですけど、勉強しろしろ言われてもですね、勉強できない子供っていてるでしょ。僕ですよ、はい、もうちっちゃい時の僕ですよ。僕なんか塾行け塾行けって言われて、僕塾勝手に辞めてましたからね。もう無理やと、自分で勝手に辞めてめちゃめちゃ怒られましたけども、まあ、そんなことさておきですね、そんなもんです。はい、無理はできません。はい、自分の体なんで自分にね、自分の体をいたわってくださいということなんですよ。でこういう形でですね、貼ってください。3分から5分ですね。はい、でこれでですね外します。まあ、時間がない方はね、まあ、この貼って3分から5分でもうそれで終了で結構です。あとはあなたのお使いのね、美容液とか乳液を使っていただくと、さらに浸透力が高まってですね、お肌が白くなるっていうことは、シミが消えるということなんで、一度試してみてほしいなと思います。でさらに、このね、もっともっと白くなって、もっとシミを絶対なくしたいという方はちょっとここからやってほしいと思うんですけども、この皮膚が硬い状態を取っていくっていうのが僕の作業なんですよ。取っていけば取っていくほどですね、皮膚が柔軟性ができるとですね、シミができにくくなるんですよ。僕がいつも言っているですね、硬いところとか顔の冷たいところ、体の、ね、冷たいところっていうのはね、悪いところイコール血液の循環が悪いところなんですね。で血液の循環が悪いからもちろんリンパの流れも悪いんですよね。そういうことが滞ってきて脂肪がついたりとか、栄養素が供給されにくくなってシミができたりとかですね、シワができる、皮膚が硬くなってシワができるということなんですね。まずは柔らかくするというのが僕のですね、最大のポイントです。はい、でここでですね、こう自分のシミ根が気になるところを貼って外した後ですね、指、親指と人差し指でこうつまんでください。柔らかくね、皮膚をストレッチ的なことをしてもらいたいんですね。こうつまんでちょっと引っ張ってあげるのか、こっちにこう引っ張ってあげるのか、こういう感じ、はい、こんな感じですね。皮膚を柔らかくするっていうイメージをしてください。でこれをするとですね、確実にお肌が柔らかくなってきて、このもちもち肌とかですね、お肌が白くなってくるとかですね、いろんなこのね、いいことが起きてきますんで、ぜひねこれをやってほしいと思います。こういう形でつまんでこんな感じで簡単に、はい、自分の気になるところですね。でシワが気になる方はシワのところもこうつまんで、でちなみにですね、シワがあるところつまみにくいです。はい、特にこの目尻とかですね、これはですね結構頑張ってもらわないとですね、大変かもしれないですけど、こうつまんでやってください。はい、よろしいでしょうか。でこれをですね、やった後にまた美容液乳液を塗っていただくとですね、浸透力が高まってですね、お肌が白くなってからシミが消えるというところなんで、一度ですねこれを試してみてください。はい、まあ、このね、セルフケアというのはですね、このお声いただいたお声ですね、シミが消えたというですね、方のやっているのを僕が再現したものとなっております。まあ、僕がやった動画をまだ復習しているような状態なんですけども、よかったらこれをね試してほしいと思うんですけども、この動画がねよかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日もですね、動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、日本一失敗しないセルフケアということですね、お届けしているんですけども、まあ、そのポイントはですね、毛細血管と血液循環、この2つがですね、ポイントとなっております。血行が良くなれば痛みが取れたり、しびれが取れたり、で血行が良くなれば、シミが消えたり、シワが取れたり、若返っていくっていうところなんですけども、まあ、そのポイントでですね、こちらの炭酸生体スプレー、こちらをですね、使っていただいてですね、毎日のように、痛みが取れたとかですね、シミが消えた、シワが取れたとか、シミが消えた、シワが消えたとかですね、そういったですね、喜びの声を毎日いただいております。本当にありがとうございます。で、こういったですね、動画を配信していくことによって、皆さんの喜びの声をいただくことによってですね、もっと頑張って配信していこうというですね、僕の励みにもなりますんで、よかったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いしたいと思うんですけども、まだね、こちらのスプレーを試してない方はですね、僕の概要欄に貼っておりますアンジー久しからの直接購入、Amazon、Yahoo、楽天、こちらの方からですね、購入もできますので、ぜひ一度ですね、試してみてください。そしてですね、また概要欄の方にもですね、LINE アット、僕のですね、LINE 公式アカウントを貼っておりますので、そちらの方からもですね、注文できたりとか、質問をですね、受けたまわってますので、よかったらそちらの方もですね、ご自由にお使いください。
はい、まあ、これからもですね、なりたい自分になっていただけるための動画をですね配信していきますので、どうかよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。